まだ初詣してなかった。あ、忘れてた。あんた、力強いね。ごめんなさい。なんですか？あんた、ご町内の平和と安全を守ってみる気ある？は？どう？おじいさんは？ああ、私。部長内の平和と安全を守ってる神様。神様？信じてもらえたかな？信じました。持病のイカタルが悪化しましてな、イタリアにイカタルに効くいい温泉があると聞いたもんですから。じゃあお願いしましたよ。ご町内の平和と安全を守るなんて。大丈夫、スーパーヒーローになればいいんだから。スーパーヒーロー？100億年の昔、まんだこの宇宙が暗黒と絶望に支配されていた頃、忽然と現れ、この宇宙に優しさとみやびやかさを与えてくれた伝説の女神、オアトリン、オアトリンのように。伝説の女神、オアトリン。コスモマジック
メタモルフォーゼ。コスモ、マジック、メタモルフォーゼ。これは、どういうことでございましょう。美少女仮面、ポアトリンとなって、ご町内の、そしてついでに、宇宙の平和と安全を守りましょう。いけません。どうかお許しを。それから、コスモマジックメタモルフォーゼの秘密を誰かに喋ったときは、こうですよ。では、行ってきます。いけない、完璧に遅刻。ありが、お今日も新年会ですか。しょうがないだろ、付き合いなんだから。ただいま。おかえりなさい。タクト、ちょっとお年玉を回してくれないか。なんで。今日編集部の新年会がある。お待ちどうさま。ご存知ですか。ん、この町にも現れたんですよ。まさか怪盗テレビゲーム小僧。お気をつけて。忘れちゃった。私知ってる。姉ちゃん、クラスの伊藤君が襲われたって。あんたたちも怪盗テレビゲーム小僧に狙われないようにしないと。狙われればいいのよ。
そうすればうちの中からテレビゲームがなくなって。そう、俺たちもう少し勉強する。でも俺たち自信持ってるバカだから成績は上がらない。笑い事じゃないでしょ。もう今日から美少女仮面パートリンか。よし、子供たちが怪盗テレビゲーム小僧に襲われないようにパトロールしよう。子供のお年玉狙っちゃいけないよな。もしかしてタクトんちの親父が怪盗テレビゲーム小僧だったりして。ありえるだろう。俺昔からタクトんちの親父怪しい怪しいと思ってんだ。うん、女性週刊誌の副編集長だろ。まあああいうの最低だもんな。こらタクト、思い切って捨てちゃえあんな親父。中身です。あ、パパ。あ、言い忘れてた。今夜は新年会出ないから鍋でも作っとくようにママに言っといて。うん、タクトは。あ、いや、さっき怪盗テレビゲーム小僧がどうのこうの言ってたからね。まあいいや、頼んだよ。うん、もしかしてコスモマジックメタモルフォーゼ。坊ちゃん一緒に遊ぼう。
新発売のテレビゲームのカセットをちょうだい。やだ、渡すもんか。強情なやつだな。仕方がない、こいつでお仕置きしてやるか。戦いましょう。命燃え尽きるまで美少女仮面ポアトリン。何よかな。正体を暴いて差し上げましょう。あ、中古のテレビゲーム屋のおじさん。一見親切そうな中古のテレビゲーム屋さんの主人、実は子供たちの敵、怪盗テレビゲーム小僧。どういうこと？ご説明いたしましょう。あとは警察にお任せしましょう。サインをいただけませんか。
女仮面ボアトリン。もう一度言うけど、美少女なんだ、美少女。うちの姉ちゃんとは違って美少女。タクト、やめた方がいい。お前んちの姉ちゃん、さっきからだいぶ傷ついてんだぞ。姉ちゃん、何怒ってんの？この野郎、こんな間違いこと言って。遅いわね。私出る。もしもし。ももこちゃん。パパでーす。わかった。どうね。パパ、やっぱり新年会出ちゃったから夕飯いらないって。あのバカ。大儲けを企む悪徳芸能プロダクション社長を警視庁の敏腕女刑事本田警部が逮捕します。でもちょっと頼りないな。次回の美少女仮面ボアトリン、警視庁の女敏腕刑事、愛ある限り戦いましょう。